の若手がめちゃくちゃみんな可愛いからっていうのもあるけど、やっぱ頑張っていきたいじゃん、あなたも頑張ってこう、いや頑張った写真専攻で落ちるのは嫌だからね。そうね、あのね、うん、ダンサーとかそういう芸能のオーディションとかだと多分ね3ヶ月未満っていうの多くない？うん、多い。仙台写真の人が3ヶ月未満。マジシャンぐらいで10年ぐらい使ってる。いや、やばいよ、やっぱ。やばいよ。仙台写真っていろんな顔あっていいと思うんだけど、うんうん、目線そらしてるのだけだともったいない。やっぱ目力が欲しいなとか、正面の顔が欲しいなってたまに思う。うん、から私も結構女性マジシャンをお仕事にこうプレゼンで出したりするときにできるだけ真正面向いてて、まあ表情はねいろいろあっていいと思うんだけど、インパクトのある形のうん乗せたいな。マジックのね道具持つ持たないもあるのよ。マジックの道具持って撮るとダサいの。うん、言われた、うん、物のものがダサいの、うん、なんだけど一回だからマジック道具をね持つのやめたの、うん、やめてでまた最近持つようになったの、うん、でその時にすごい良かったのが、はい、5人のマジシャンが出るイベントがあって、でそれで私は補欠で入ったの、いや、うん、メインのマジシャンがいてっていう感じで補欠で入ったのにもかかわらず、その時のポスターが私だったので、それがなぜかというと多分、うん、私の宣材写真だけトランプ持ってたんだよね。でポスターとかにするときに今日マジックショーありますって書かれたときに、何を持たない人がこうやって決められてても、うん、ぶっちゃけ何する人でもまあ文字でマジックショーって書いてあるから分かるっていうのもあると思うんだけど、うん、そこで多分たまたま私がトランプを持ってたから、うん、あマジシャン来るっぽいみたいな、うん、でそれでそこに選ばれたときに、あダサいけど道具を持つのは持つので、うん、入れといた方がいいのかな。いや私もねそれ話聞いて、うん、道具持たないっていう選択もねしたんだけど、うん、やっぱりマジシャン来るってなったらやっぱトラップ持ってんだろうっていうやっぱそんな感じで、番組ねこれテレ朝の番組なんですけど、うん、何着か持ってったんですよ、うん、で1着はもう本当にガチのアリスのコスチュームをアレンジしたやつと、もう1着はそんなにまでマジシャンっぽくないキラキラした、うんうん、なんかドレスかなんかみたいなのと、うん、何着か持ってったんですよ。でどれにしますかってプロデューサーに決めてもらったの。そしたらやっぱりそのアリス、ガチなアリスのコスチュームが一番マジシャンって分かるよねって、うん、もうその入った瞬間、うん、その番組、ね、そうって言われた時に、あ確かにやっぱりちょっとなんかこうコテコテしすぎると、今のこの若手だとあんまりそういう子がいないから、ドレス着たりとかさ、もうキャバ嬢ですかっていうぐらいのドレス着たりとかする子もいるから、あんまり需要はどっちなんだろうって思うけど、やっぱね番組だったりとかは、まあマジシャンっていうそのショッピングセンターとかもさ、やっぱ誰が着てるかわからないっていう時に見ただけで、あマジシャンなんだなってわかる方がやっぱり子供の食いつきもいいと思うんですよね。そう、子供がさキャバ嬢のドレス見てさ、うん、わーって近寄ってくるかってさ、そうじゃないと思うんだよ、うん、やっぱアリスぐらいコテコテの方が、うん、あ見てて楽しいなってなるし、だからまあそこはちょっと、うん、ギリギリね、うん、そうだね、うん、自分はこうでありたいって思ったりとかしてても、いざいろいろやってると、うん、あこっちの方が良かったかなとか、あこれはダメかなっていうのもやってみて気づくっていうのもあるし、でも私一番ね言いたいのは、自分がいいと思うのがいいと思う。可愛いに越したことはないっていうか、まあ、今の若手がめちゃくちゃみんな可愛いからっていうのもあるけど、やっぱ頑張っていきたいじゃん、あなたも。そう、いや頑張っていこう。いや頑張っていこう。だってもう技術に関してはもしかしたらさ、若手よりはさ、やっぱベテランの方がさ、ステージ経験はさ、豊富なわけだからさ、読んだらさ、もうこっちの方が楽しいかもしれないわけじゃん。多分写真専攻で落ちるのは、やっぱちょっと、ねえ、嫌だからね。そうね。でもリナちゃんは本当メディア系も強いから、インパクトだけはあるから。そうなんですよ。じゃあ。まあそんな感じで。まあ永遠のテーマかもね、このあたりの。そうですね、はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。りなちゃんの YouTube チャンネルもあるので、そちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。動画が面白かったら高評価、そしてシールチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。